こりするんですね。それだけにそういう形ちょっと自分でやってみて、そこのそのリストの、あの使い方自分で、はい、そう。なせばなる、何か申すことがございましたらどうぞ。はい、あの先日ですね、あのお寺の整理をしてましたらですね、このようなものが出てきたんです。ご主様にお見せしたいなと思いまして、これなんです。ありがとう。見ないのにありがとう。見てください。祝辞とか祝辞なんですよ。中がびっくり玉手箱です。今入ってみた方がいい。どうぞどうぞ。どうぞ。そうですか。せっかくのご配慮だから。いや、呼ばなくて結構です。問題は一番最後なんです。最後に、いやいや、ずっと広げてください。ずっと広げてください。祝辞で一番最後の、私の師匠様のお名前が書いてございます。師匠様のいいものを持ってきてください。いささか主人の祝辞となりますか。原田祖学老師がご自分の名前を書いて、おっかない師匠様でございましたけど、まあ、後でちょっとコピーさせてもらう。ありがとう。一言、おっかない、おっかない怖い師匠様がご自分で書かれたものが何年かぶりでひょっと、昭和17年の。そうですか。そうですね。何かございましたらどうぞ。何か
something? はい。はい、please. 質問してもよろしいですか? Please. あの、毎晩最後の座禅中後で、あの、悦次和尚は一人であの短いお経をあげています。あの、そのお経の意味について何かお話しいただけませんでしょうか。あの、私はよく覚えていませんから、多分誰か、りょうこさん、もう一回、いいですか。はいはい。あの、歯を打つときに、最後に、慎んで大衆に。慎んで大衆に申す。みんなに申し上げますよ。心から唱えますからというので、まずその一句、その次は生じ時代無常迅速、生じ時代というお言葉でございますが、生じ生まれる生きる、そして務める、そして時至ってか病か事故か何か、その人の全部与えられた世界が現れますが、次の世界が顔を出します。生じ時代無常迅速でございます。パーフェクトクイック、アピア無常迅速、はい、Nothing always same、常なしであります。パーフェクト、ニューアピア。Next important phrase. おのおのよろしく性格すべし、慎んで法一なることなかれ。よそ見するなよというお言葉でございます。ぼんやりするなよ。慎んで法一なることなかれ。Take care now here. Little understand? はい。Thank you. え、おしゃべり終わりました。何かございましたら。Does anyone have anything else they would? Does anyone else have anything they'd like to say? Something? Roshi-sama, 大変お元気そうです。あ、元気そうですか。はい。どうでしたか、病院。お元気に。あの、病院に入りました。1週間ですか、ね。はい。A week at hospital.精神身で頑張りましたよ。そうですか。はい。ちょっと寂しかったけど。寂しかったね。そうですか。はい。そうですか、そうですか。病院の方も別事なしで。はい。よしよしでございましたけどね。年が年ですから。今ここで一番年取ってる人はどなたかな。 So who's the oldest one here? So I'm old, but who's the oldest one? あなた。あ、ソーミョさん。おいつ。 How old are you? 74歳。私85。85。私の方が若いかと思ってた。